にちは。おさチャンネル、本日はですね、イワシの南蛮漬けのご紹介です。イワシって結構ね、下処理が大変だったんですけども、見てください。今日はね、頭が取れてるんでイワシがちょっと売っておりましたのでね、これはやらなきゃということでご紹介したいと思います。イワシってね、お魚編に弱いって書きますのでね、すぐダメになっちゃいますので、夕方ぐらいにね、スーパー行ってね、半額とかになってるとね、あ、ちょっと安くていいなと思うんですけども、それよりはね、朝買い物行った時にね、見つけたイワシでね、お昼ご飯とかに作ってもらうのがね、おすすめかなと思いますので、ちょっとね、サンマよろしね、あんまりね、やったことなくて苦手なんですけどもね、頑張って挑戦していきたいと思います。さあ、それじゃあ行きましょう。プリップリのね、イワシですよ。僕ね、お料理のお仕事しててもね、お魚ってね、ほとんどさばいたことがなくてね、それでもね、動画でね、皆さんの前でご紹介するっていう、この心意気だけね、買ってください。よーし、OK。 大きい骨だけ取りましたらね、小骨は大丈夫ですからね。じゃあね、これはね、3分割ぐらい。コメント欄にはね、上級者の方いっぱいいらっしゃいますのでね、もう本当にね、拙い感じですみません。これね、さばいてくれるお魚屋さんだったらね、ぜひやってもらってくださいね。よーし、なんとかね、難関突破しました。でね、この青魚のね、 DHA とか EPA って言うじゃないですか。これはね、生のまま食べた方がね、たくさん取れますので、頭がね、良くなりたい方はね、加熱せずになるべく生がおすすめです。さあ、そしたら今日のこのね、カラフルなお野菜はね、人参、ピーマン、紫玉ねぎです。普通でもいいですけどね、紫の方が色合いは綺麗です。じゃあこれをね、全部千切りにしましょう。人参はね、結構頑張って薄めにする方がいいですよ。切れました。こんな感じでね、めちゃくちゃ色鮮やかで綺麗でしょう。じゃあここにね、お酢がね、大さじ2、お醤油がね、大さじ2、お酒が大さじ2、お砂糖が大さじ2。もうね、この目盛り付けセニアカップに慣れちゃうとね、2回も測れない体になっちゃいます。じゃあ、あとはね、これを混ぜておきましょう。はい、そしたらね、揚げていきましょう。今日はこれね、18センチのね、お鍋でやっていきます。まずね、何も入ってない状態で、なんかね、空炊きしましょう。だいたいね、この18センチの鍋は目安3分です。でね、このお鍋温めてる、揚げてる直前の時に、イワシにね、しっかりとお塩をしまして、しっかり目が美味しいです。で、片栗粉。これで、ね、イワシの身をね、崩さないようにね、優しく混ぜましょうね。でこれね、揚げる直前じゃないとね、イワシってね、水分が多いのでね、どん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 片栗粉吸っていっちゃいますんでね、なるべくまぶせたらすぐに揚げれる方がいいです。はい、それじゃあね、お鍋がね、温まってきましたらね、油を入れて揚げていきましょう。入れる量はね、だいたいね、1センチぐらいですかね。で、熱いお鍋に油がちょっとだから、ちょっと見てくださいね。ほら、もうシュワッときてる。お箸をね、浮かせてシュワッとなったら OK ですからね。もうね、お鍋の熱がね、油どんどん作ってくれますから、どんどん入れていきましょう。ほら、こんなたっぷり入れてもね、しっかり油の温度をキープしてくれてますからね。じゃあこれ蓋をしましてね、蒸気がね、上がってくるのを待ちましょう。じゃあね、結構ね、早めにね、蒸気上がってきますのでね、まっすぐ上げて横スライド、縦にするとね、滴落ちますからね。で、この時に手早い方ね、すぐひっくり返すのはね、あんまり良くないです。見えますかね、このね、イワシのね、上の方にね、水分が溜まっておりますので、パッとひっくり返した時にね、水と油が喧嘩する可能性があるんですよね。なので、蓋を開けたらね、30秒ぐらいね、ちょっとこのままね、放置しておくと綺麗に上がります。で、イワシなんかはね、もう火が通るのが早いのでね、パッとひっくり返しまして、裏側にね、色がついたらもう OK。なので、ひっくり返したらもうね、すぐ揚げていきましょう。これ油もね、ほとんど吸っておりませんので、このね、南蛮酢の中に直でいいです。これでね、洗い物かなり減りますよね。この熱々からね、タレの中に、ね、入れていくことによって温度が下がりますので、この時にね、ギューッとね、味が入っていきます。そしたら続けて2周目。で、2回目はね、これ温度がちょっと高くなっちゃうのでね、入れたらね、温度下げましょう。わかりますか？油が少しね、バタバタしてます。なので、ね、中火でやってた人はね、中弱火。さあ、それじゃあね、2回目も揚げ終わりました。あとはちょっとこれね、上下を少し
返しまして、イワシちゃんをね南蛮駅につけます。さあどうでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうなイワシのね南蛮漬けの完成です。百貨店で売ってそう。さあじゃあね、今日これねイワシめっちゃいっぱいあげたんですけども、油ね全然減っておりません。ただねエビとかね魚介類とかねお肉やった後の油はもうね繰り返し使うのはなるべくやめていただいて、僕ね冷めたらねこういうねビニール袋に入れて捨ててます。よいしょ。さあそれではね、美味しいとワクワクの勝ち戦実食といきましょう。じゃあねいただきます。この南蛮漬けに熱々のイワシを入れましたでしょ。多分そこでねちょっと温度が上がることによってお酢が少しねマイルドになったりとか、パリッと上がったね片栗粉がねこの南蛮漬けをねずっと吸ってね、すっごいいい感じです。イワシのここでもねそのまま食べれちゃいますよ。で、あの南蛮漬けを吸いますとねイワシがねすごくねほろっとね崩れちゃう感じになりますから、なるべくね大きくじゃなくてねちっちゃくねイワシをね揚げる方がね僕はおすすめかなと思います。大きいとね箸で持つのが難しい。イワシってね結構値打ちのお魚なのでね、ぜひやってみてほしいですし、なんかこう下処理とかがめんどくさいっていう方はねサバとかでもいいですしね、サンマとかでもいいですしね、青魚だったらもう何でもいけますんで、それもね試してみてほしいと思います。それじゃあ今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。